2番目がパスカットに入りました。韓国の狙いが見事に結果に結びつきます。ここで奪い返します。選手たちが韓国の指示に応えるべく動きます。前線付近でボールを持ちます。さあこのチャンスをものにできるか。このシュートはキーパーも取れませんでした。このボールをコースを読んでいました。1対1